皆様こんにちは。いつもネコクラリエチャンネルをご覧くださり、温かいメッセージや反応コメントをくださり本当にありがとうございます。今までこうしてカメラに向かって直接お話をさせていただく動画というのを出したことがなかったんですけれども、今回は皆様に大切なお知らせがありますので、そういう時に顔を出さないのはすごく失礼なんじゃないかと思いまして、勇気を出して非常に恥ずかしくて緊張してるんですけれども、こういった動画を撮らせていただいております。実は私この度2冊目となります本を出させていただくこととなりました。今回のテーマはズバリ食べて痩せるレシピの本となっています。1冊目のやれば痩せるはおかげさまで2万部を突破しております。その中にも実は1週間、まあ本当は6日分なんですけれども、6日分の3食合計18食分のレシピや10品の副菜のレシピというのを載せさせていただいております。これを実際に実践してくださった方たちからたくさんいただいたお声、それがレシピ本を出してほしいというお声でした。これを受けて2冊目はレシピの本を出させていただくこととなりました。本当に皆様のおかげです。どうもありがとうございます。過去の動画で詳しく解説していますが、私が25キロ痩せるためにやったこと、食事を徹底的に見直すということでした。これは食事を抜いたり何かこれだけを食べるというようなスピード勝負のダイエットではなく、根本的にじっくりと食事を改善するということに取り組みました。その方法がアプリのアスケンを使って、そのアスケンの中で独自に採点される健康度という食事採点システムがあるんですが、これを100点を取るということをゲームのように取り組むという方法で食事改善っていうのをしました。100点を取るための攻略方法はこちらの動画や、そして1冊目の書籍の中、さらにはインスタグラムなどでもコツなどを発信しております。それを見て実際に実践をしてくださった皆様からは、本当にこれを真似して参考にしてやってみたらアスケンで初めて100点が取れましたというような嬉しいお声を本当にたくさんいただくんですね。ただそれと同時、一方でやり方が分かっても実際に何を食べたらいいかが分からないっていうお声や、あとは自炊が苦手なので料理を自分で考えることが難しい、さらにはアプリへの入力が面倒くさいというお声も多いということがあって、非常にまあ歯がゆい思いをしていました。何か皆さんにお役に立てる方法はないかなと思っているところでいただいたこのレシピの本のお話だったので、何を食べたらいいかがわからない、どうすればいいかがやっぱりわからないという方たちにも、どうぞこのレシピ、このメニューを1週間食べてみてくださいという形でそのままお渡しできるような、そんな一冊にしたいと思ってこだわって作っています。私のこだわったポイントは、皆さんに痩せる食材選びを体験してもらう、さらには痩せる量を体験してもらう、痩せる調理法も体験してもらう、さらには健康的な栄養バランスの食事を体験してもらうということです。そしてこれは私が主婦だからこそこだわったポイントでもあるんですが、これらの料理を作るときに、そこら辺のスーパーに行って買った食材で作れるということ、さらにはバカみたいに食費がかからないということです。実際このレシピ本を制作するにあたって73レシピ分の食材を一気にまとめ買いしたんですけれども、そのまとめ買いした時の価格もだいたい2万5000円ほどで収まったというものになっています。そしてさらにもう一つ、これは私がとてもズボラだからこそこだわったポイントなんですが、美味しい料理を作るのに手間を極力かけないというところです。例えば1章で載せた月曜日から土曜日までのメニューは、お昼ご飯を作ったらそれを夜ご飯は少しアレンジするだけで全く別の料理になるですとか、第2章で載せた分は前日に作った料理を翌日またアレンジをする形で全く違う料理になるなど、料理の手間を省き、いろんな料理を食べられて、さらには買い出した食材が中途半端に余らない、そしてもちろんちゃんと美味しいということにこだわってメニューを構成しました。そしてこれは私の現在の体重と身長、そして運動量の場合に限ってですけれども、全てのメニューをアスケンで私自身がポチポチと入力しまして100点になるように設定しています。ただこれはやはりその人の個人的な性別、年齢、そして身長、体重、さらには1日の運動量などによっても誤差が生じるので、みんながみんな100点になるということではないです。ただカロリーに対してとても理想的な PFC バランス、そして食物繊維がしっかり取れるというような内容になっています。
高タンパクで低脂質、さらには糖質も適正量取れるというものになっています。食べながらじっくり痩せるご飯というものをぜひ皆様にも体験していただきたいです。きっとこんなに食べていいのとか、こんなものも食べていいのと思う方もいるはずです。実際私が今回目指したコンセプトも1週間で何キロも痩せられますというようなスピード勝負の短期的な食事制限のようなレシピではなく、しっかりと栄養を取りながらいろんな食材を使っていろんな料理を食べてお腹が満たされるから続けられる、そして続ければ続けるほど食べることに痩せていくということをコンセプトにメニューを構成しました。実際に私自身も82キロの頃までにたくさんのダイエットの挫折やリバウンドを繰り返して普通に食べるということがわからなくなっていた、そういう私が一つ一つ食事を改善していって、食べてもいいんだ、こうやって食べれば大丈夫なんだ、こうやって食べると食欲が安定するんだ、ちゃんと痩せられるんだっていうことを体験できて感動したという、そのような体験をぜひあの頃の私と同じようなことで悩んでいる方にも体験していただきたいなと思って一冊にまとめております。自信作となっております。 Amazon で予約を開始しております。概要欄に載せておきますので、ぜひ発売日にお手元に届くように一緒にお待ちいただけたら嬉しいです。私もこのレシピを食べながら皆様のお手元に届くまで、最後の最後までいい本にしようと思って頑張っています。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。猫倉理恵でした。